日本東京都江東区夢の島夢の島は東京都江東区の町名。現行行政地名は夢の島1丁目から夢の島3丁目。郵便番号は136-0081。町域の大部分を夢の島公園が占める。江東区の町としての夢の島は人工島である東京湾埋め立て14号地のうち湾岸道路より北の部分を占める。 湾岸道路より、南は新木場一丁目から四丁目である。なお、五号地は豊洲、七号地は辰見1.2丁目、八号地は潮見、十号地は有明、十一号地は篠の目、十二号地は辰巳三丁目、十三号地は大場、十五号地は若須である。北は夢の島大橋で新砂とつながる。西は明けぼの運河を挟んで辰巳、東は 荒川を挟んで江戸川ー林会長である。地区の西寄りを南北に明治通りが通り、明治通りの西側には夢の島競技場、夢の島運動広場がある。明治通りの東側は大部分が夢の島公園で、園内には東京スポーツ文化館、東京都立大号福龍丸展示館、夢の島熱帯植物館があり、地区の東端近くには新港島清掃工場、 夢の島マリーナ、少年野球場などがある。周辺の埋め立て地には、倉庫や工場が立ち並び、篠ノ目駅や豊洲駅、潮見駅周辺には、高層マンション街やオフィス街もある。地区の南を通る、首都高速湾岸線や JR 京葉線は、千葉県浦安市、船橋市、千葉市方面へも直結している。臨海線の新木場駅もあるため、品川、お台場方面へのアクセスも良い。 埋め立て開始当時は東京市の飛行場が建設される予定であった。戦後間もない頃には海水浴場として賑わい、遊園地などが計画されるようになる。そのせいもあり、当時のマスコミなどが埋め立て地を夢の島と呼ぶようになり、この俗称が自然と定着して、1969年には正式な行政地名として夢の島が採用された。正式に、 江東区の町名となったのは1975年3月1日である。当時は町名の設定がなかったが2009年11月1日に住居表示が実施され、夢の島1.23町目となった。夢の島の航空写真国土、交通省国土画像情報をもとに作成部の島地区のほぼ全域が公園で占められ、東京湾に浮かぶ緑の島の様相を提している。 夢の島公園は東京都内有数の敷地面積を誇る。海抜5メートルから10メートルの高さがあり、0メートル地帯の多い江東区内では最も標高の高い地域である。戦前の1938年、東京市の東京市飛行場建設のために東京湾の埋め立てが開始されたのが夢の島の始まりである。当時としては世界最大級の飛行場となる計画であったが、 日中戦争に伴い工事用電力の供給設備資材を確保できず、完成を見ぬまま1904年。終戦後、GHQ が羽田空港を接収し、新中軍の大型霧着陸用として整備したため、夢の島の飛行場計画は事実上消滅した。残された埋め立て地は海水浴場として賑わっていた。詳細は東京ゴミ戦争を 参照1 9五十年代の高度成長期には、東京都内でゴミが急増し始め、それに対応するため、東京都は当地をゴミの最終処分場として決定し、1五十七年十二月より、ゴミの埋め立てが開始された。埋め立て中の1六十一年七月二十三日に、埋め立て地北部から出火、消防庁三隻での消火活動も及ばず二週間に、わたり、 燃え続け、4万平方メートルが消失している。これは、当時の総面積の約40%に相当した。1965年7月16日、夢の島で発生したハエの大群が強いハエに乗って、江東区南西部を中心とした広い地域に拡散し、大きな被害をもたらした。夢の島の南側に位置する、南砂町の小学校ではハエ鳥が放課後の日課となった。 東京都と江東区による懸命な消毒作業が行われたが、抜本的な解決には至らず、警察、消防、自衛隊らの協力を得て、断崖を焼き払う夢の島消毒作戦が実行された。1967年には、ゴミの埋め立てが終了した、東京都の最終処分場編戦、編集 JR 新木場駅と夢の、 島公園埋め立て終了から11年後の1978年、東京都立民の島公園が開園した。その後は整備が進み、ゴミの島という雰囲気を感じさせることはなくなっていった。現在ではスポーツ施設が建設されるなど、緑の島として生まれ変わっており、京葉線の開通などにより、身近な観光スポットとして親しまれている。夢の島公園も参照整備された施設、 研修、ありがとうございます。